皆さんこんにちは、ダイスです。今回は妖怪ウォッチ4プラプラやっていきましょう。ということでマスターズ1,2,3,4のクエストはなんと久しぶり、今回のボスで追加になったのぼせとんまん行ってみたいと思います。目撃妖怪たちも結構いろいろいますね。では出動。で無法者妖怪ってボスがいるのかな。のぼせとんまんではないと思うんだけど、親玉がいたりとかいないとかあったりするんですかね。進めていけばわかるんだけど気になる。ベロッ、あっ、読みどおりだ。よし、ビンゴロゲー。ちょっといろいろ詰めながら行きましょう。バスターズ、読みどおりだ。あ、でもあんまり鬼玉落ちないのかも。うん、なんか近くに落ちてるやつ拾ってった方がいいですね、これ。多分じゃないと少ない感じがするな。1個ちっちゃいので3しかないもんね。少ない、少ないでしょう。読み通りだ。で落とすやつも、あ、落とすやつは結構かも、ちょっと多いのかもしれない。あ、誤差発見。落とす行く前に弱いの倒していった方がいいような気がする。なんか他にもしかしたらいろいろ落ちてるかもしれないのと、あと読み通りだ。鬼玉ですよね、問題は鬼玉なんだよな。数少ないなぁ。囲碁本隠し、読み通りだ。回クエストいたらもうちょっと欲しいよね。もうちょっと欲しいな。桜の湯、いるね、トンマ。あと、取り付けに回してイケメンがいるのに面白い。なんでイケメンいるんだろう。回収しなきゃ。鬼玉がもったいない。やるな。少ないっすよね。近く走ったら寄ってきてくれる鬼玉系ではないから、ちゃんと上通らないといけないのが厳しいし。お、トモくんだ。お、和尚さんにもなれるの。マジか。やるな。え、和尚さんになりたい。ん、わ、回復がある。すごー、お嬢さんすごい。あ、意外と速い。マジで意外と速いんですけど走るの。いや、これは面白い。あのイケメンはね、あんまりなんだっけ、使いどころがよく分からなかったけど、お嬢さんはいいな、嬉しい。あ、夏美ちゃん結構いろんなとこに散らばってますね。いたと思う。でかっ。1匹見つけたから通り過ぎてきちゃったんだけど、あ、終わっちゃった。いいわね。これで全部じゃないかな。ちょっとね、全部回ってみて見たのですが、行きましょう。カッパー、喉目を刺してやる。はい、どうだろう。久々のおとせとんま。楽しい。
あ、ボンボンファイヤーやってる。あ、でもそんなに食らわないのか。ちょっと落としていかないで、これを拾っていくのがトンファでもね。早くいっぱい落として。引っかかってる引っかかってる。やめてやめて。一回なんか落とさせたいんだけど、どっちだ、こっちか。あれ今取り付けない。猿いや、いいです。あ、上だ。落とせ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 。あ、逃げた。待って、落としてる落としてる。ないと。みんな引っかかりすぎじゃない？よしよし。待て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 。待て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 。遠いな。イケメンがいる。え、こっち行くの？早いね、トンファ。止まれ、よし。少しやめ。あ、追ってる追ってる。あ、いい感じいい感じ。よし、いっぱいもらおう。もっと落とせ落とせ。からな。あー、終わっちゃった。と。あ、落ちた落ちた。シュカさんすごい、落としてくれる。待て待て、これ桜の湯このまま行くかな、行きそうな気がする。なんか入るんですかね。入らないと思うんだけど。入るの？ちょっと。入った。マジか、いけるんだ。きたー。カッポン。待って、後ろにおじいちゃんいるんですけど。後ろにおじいちゃんいる。よし、行きましょう。ここだ、ちょっと見ろ。えい。もっと。今度は大旋風。なんてかって。お、あ、やらない。水するのない、もしかして。あ、普通に削っていいのか。大変なことになった。おった。やればよかったかな、水。このまま来てしまった。本当はこれですよね。よくやった。普段通りやるならこれを使うべきなんだけど、 し、 しなかった。切らないで終わってしまった。まあいっか。すごいぞ。勝てたからいいことにします。マスターズランクが3になりました。アップ
ということで今回はバスターズで久しぶりにね新ボスで追加になったのぼせとんまんを倒しに行ってきました。桜の湯の中入れると思ってなかったんですけど、あの倒し方はバスターズやってた時にちょっとやったことありましたけど、本当はね多分水を本来使うんだと思います。はい、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!